サッカー王国が絶賛、偉大な10番にふさわしい。ブラジルメディア、グローボ、が高評価を下している、背番号派20だが、偉大な背番号10にふさわしいパフォーマンスを見せ、中央から日本の攻撃を牽引した、エリア外からのゴールで勝利への道を開き、2ゴールに絡む活躍を見せているとの評価を下ろした。リボのゴールがなかったらスコアレスドローがあったかもな。久保ここ2年で一気に伸びたが何があったんだ？久保はまあ環境もいいけど、年齢的に普通に試合に出てたらニョキニョキ伸びる時期なんだよ。伸び悩んだ天才の典型みたいな柿谷や宇佐美ですら、この時期は伸びてた。ダビドシルバ先生がスピードを落とせ、周りを見ろ、そこにスペースがあるという金言を授けてくれたらしい。今や、シルバの上位互換になっちゃってるからな。トップ下と左もできる久保すごすぎた。でもやっぱり久保くんはフォワードで使った方がいいね。ミッドフィルダー派いくらでもいるんだし。久保選手派パリ五輪出るのー。